これは島根県の松江市にある温泉部、寒中でも平気の平座で泳げるという誠に羨ましいプールです。戦前の動画を見まして、実際に長良県で子供があんなふうに楽しんでいる動画を見ると、私も初めて見たと思うのでびっくりしました。今現在長良県は温泉を活用して露天風呂シアターしております。こちらが島根県の観光情報や観光案内をしているものになりますので、今後長良県にご宿泊いただくお客様に長く楽しんでいただけるよう、長良県の露天風呂を活用しながらどんどん PR していきたいと思います。